どうもこんにちは、たかひろです。今回はとある平日のディズニーシーで遊んできた時の動画になります。大好きなサンドイッチを食べたり、ビッグバンドビートを見たり、グッズを買ったりとのんびりと遊んできました。今回もよかったら最後まで見ていってください。それでは今日はまず食べたいパークフードがあるので朝食に行きたいと思います。ニューヨークデリにやってきました。今回こちらでいただくのはソーセージとマッケンチーズグラタンのサンド、990円です。このメニューは今現在ディズニーシーで食べられるパークフードの中でも個人的にかなり上位に来るぐらい美味しいと思っているメニューで、一度動画やインスタでも紹介しましたが、まだまだ食べ足りないので今日もやってきました。人気メニューですが、あくまで期間限定メニューなので4月9日までの販売となります。残り1ヶ月半でもう食べられるだけ食べておこうと思います。サンドされているのはモッツァレラチーズ、マッケンチーズグラタン、ソーセージ、レンコンなどが入っています。サクサクの衣の中にトロトロのグラタンが入っていて、そこにもちもちのモッツァレラチーズの食感が加わります。マヨネーズも入っているので酸味もしっかりとしていて、とても好みの味です。チーズ好きの方、グラタンコロッケ好きの方はぜひ一度食べてみてください。なんならレギュラーメニュー化してほしいなと思いました。それではビッグバンドビートの初回が間もなくスタートするので見に行きたいと思います。現在もビッグバンドビートは初回公演のみ、抽選なしで並べば見ることができます。ブロードウェイミュージックシアターに到着しました。今回はショースタート30分前ぐらいにやってきたのですが、まだまだ余裕がありそうだったので、場所にこだわりがなければもっと遅く来ても大丈夫そうでした。左のブロックの前から5列目から今回は見ることにしました。それではここから大きく移動してアラビアンコーストに向かいたいと思います。アラビアンコーストのデイジーさんにそろそろ会いたいなと思っております。ご利用中、ご注意ください。
それでは今日はアトラクションにも乗りたいと思います。シンドバッドに乗ってきます。ではマーメイドラグーンに行きたいと思います。それでは今日はこの後、今現在やっているハーバーグリーティングミニー・ウィー・ラブ・ユーを見に行きたいと思います。なお今後の天候により公演は中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。それではこの後はもう少し遊んだりビリーブを見たりしてきたのですが、動画としては今回はここまでになります。まもなく2月が終わり、3月に入ると徐々にまた混雑し始めると思うので、それまでに存分に遊びたいと思います。
またシングルライダーもスタートしたという話も聞くので、次回行った際はそういったものも利用しながら一人でのディズニーを楽しみたいと思います。おそらく3月に久々にパークへ行かれる方も多いかと思いますので、ぜひコメントでディズニーに関して知りたい内容など教えていただけたら幸いです。今後の動画作りの参考にさせていただきます。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、こちらもぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。